トイレ以降もしくは、便所以降とは、発掘調査や考古学研究の結果、過去にトイレとして利用されたことが明らかとなった以降。今日確認されている世界最古のトイレは、イラクに所在する古代メソポタミア文明の悪化王朝時代のテルアスマルの遺跡から発見された、紀元前2200年頃の推薦式トイレである。 日本のトイレ遺構の確認は、1980年に一条、谷浅倉市遺跡で、金閣市が発見されたことが始まりである。トイレ遺構では、中儀として使用された、木片、興奮性の昆虫、動物の骨、植物の花粉などが大量に出土する。従来は発掘調査中に、肉眼で観察できたものに限られていたが、1992年、 奈良国立文化財研究所による藤原系アートの発掘調査で土壌を推薦して有機体異物を採取する浮遊異物線情報が行われ、中期のほか食べられたものの消化されずに排泄された種子、花粉や魚骨、トイレ環境に生息する昆虫、人々の体内に生息していた寄生虫の卵などが見つかって考古学的にトイレとして利用されたことが証明できるようになった。 トイレ以降からは、当時の人々の食生活や、病気の罹患状態などを知る、大きな手がかりとなっており、生活に関する未知の分野の解明に役立つ、移行として注目されている。テルアスマルの貯蔵庫から見つかった貝殻状の目を持つ、シュメール人神官テルアスマルは、イラク東部、バグダードの北東約6 0キロメートルの位置にある、シュメールの都市エシュヌンナの遺跡である、 ここで発掘されたアッカド王朝時代の宮殿から今我々が知ることのできる世界最古のトイレが発見されている。この宮殿はトイレと浴室の数が多く、質的にも極めて充実している。少なくとも6カ所のトイレ、5カ所の浴室があり、トイレはレンガをこの事情の椅子型に積み上げた便器が設けられた腰掛け式の水泉式トイレであった。その排水は 宮殿東壁に沿って作られた管に流れ込む仕組みになっている。管は地下に埋められ、アーチ状の覆いがかけられており、その中は上部に通路があって、掃除のために歩けるようになっていた。宮殿の100年後、前2100年頃の一般住宅からもトイレが発見されている。こちらもレンガ製便器で、下を水が流れ、排泄物は焼き物で作られた。 海水管を通って下水道からチグリス川のシリューディアラ川へと流れる高野山形水泉式トイレであった。なお、テルアスマルのトイレ以降の様子はトイレ研究史上記念すべき著作である川谷港にも写真入りで紹介されている。シュメールの都市の中でも極めて重要な都市遺跡ウルでもトイレ以降が見つかっている。テルアスマルは 下水道に直結した水仙トイレであるが、ウルケン室のものは、毛細管現象を利用した非直結型トイレであった。テルエル・アマルナは、中エジプトのナイル川東岸に所在する、エジプト第18王朝末のアメンヘテップ4世の都市遺跡である。テーベから、遷都されてから、ツタンカーメン王による放棄までわずか15年間の首都であった。この頃の新王国エジプトでは、 家の前や路上でゴミを廃棄したり用便を済ましたりすることが一般的だったため王は住居にトイレと炉を設置するようブレを出したそこで一般住宅にもトイレが設けられることとなった前1350年頃の住宅から発見されたトイレは鍵穴状の切り込みがある石灰岩製の便座がレンガの支えの上に乗っていた切り込みの下には壺が置かれ 排泄物はこの中に貯められ、肥料として用いられたものと考えられる。モヘンジョダロは、パキスタンシンド地方にある、インダス文明を代表する、都市遺跡である。南北を走る大通りを中心に区画整理された、計画都市で、建築には小レンガが用いられている。ここでは、腰掛け式のトイレとお物の沈殿層が見つかっている。木浴場や排水口が整備されている。 都市遺跡であることから、水仙式トイレと推察される。ギリシアのクレタ島は、小アジア系のクレタ人による海洋文明の栄えたことで知られ、未解読の千文字への存在が有名である。ここでは、下水道につながった木製の便座が見つかっている。前寒台から、盛寒になり後寒台には全国に普及する中国の異物に変わらせ液がある。これは、 墓の中に服装するため、実物の器物の代用として作られたミニチュア模型である。この名器の中に、という豚を飼う畜舎がある。柿の中では、豚が飼われ、柿の壁上に小屋があり、その小屋で人が用を足すと糞は、下の放牧場に落ちて、豚の餌となる仕組みである。この豚便所は遅くとも、全館内には始まり、中国では近代まで利用されていた。この仕組みは、 台湾や沖縄県方面にも伝わり、沖縄県では、フル、フリマー、ふわふるなどと呼称され、その語源は、風呂と考えられている。今日では、衛生面での不安を考慮され使用禁止となっている。古代ギリシアでは、意外なことにほとんどおトイレには気を配らなかった。アテネの古代遺跡からも、下水施設は見つかっていないし、当時の記録にも、下水という記述は、 一切見えないという。当然、街は極めて不潔であり、チフスペスト、天然痘などの病気がたびたび猛威を振るった。古代ギリシア文明水防の原因の一つに、このトイレの欠如を挙げる人もいるくらいである。個人の住宅にも都市においてもトイレは設置されず、人々が出すお物はほぼ垂れ流しに近いものであったと、推定される。アリストパネスの喜劇作品にも、 人々が表に出て、用を足す場面が描かれている。また、これらの排泄物はしばしば城壁の外に捨てられた。アリストテレスの著書、アテネ人の国政には、アテネの地域監督官の役目の一つに、お物の処理が城壁から一定以上離れた場所で行われているかの監視があった、と書き残している。ポンペイ遺跡は、西暦79年に、 ウェスウィウス火山の噴火により渦漏れてしまったローマ時代の都市として知られる。個人住宅跡では一般的に穴を一個開けただけの便所が台所か、その近くにあった。例えば所有者の知られる経営ブスの家では台所の一角にあり、台所から2階に上がる階段の下がトイレ空間になっていた。下水設備が完備していたのは公衆トイレだけであった。 鳥浜海塚福井県若狭町の鳥浜海塚では2000点を超える多量のクソ石が出土している。特にクイの打たれた周辺では他の場所と比較してより多くのクソ石が出土することからこの遺跡に暮らした当時の人々は湖にクイを打ち桟橋を作っていたと考えられ桟橋からお尻を出して量を足していただろうと推測される。このような構造のトイレトイレ。 いわゆる、川谷は、現在でも関帯平用地域で広く見られる。山内丸山遺跡青森県青森市の山内、丸山遺跡の遺跡北部に南北に入り込んでいる谷は、遺物廃棄ブロックと呼ばれているが、ここに堆積する有機物を多く含むデードを分析資料として、採取。分析した結果、1立方センチメートルあたり1万3000個を超す、寄生虫卵が検出され、 その種類から人の排泄物と判断されたため、谷がトイレ空間として利用されていることが分かった。寄生虫卵のほとんどが便虫卵で少量の異業級虫卵を含んでいた。このことから、三内、丸山の縄文人が便虫症による腹痛などの消化器症状に悩まされていたこと、便虫卵に汚染されやすい野草、野菜、または水を摂取していたこと、異形球虫類は、 沿岸魚から稀に感染することから海水魚が食されていたこと、淡水魚や獣類に近する寄生虫は見出せず、これらは常食されていなかっただろう、ということが分かった。淡津固定遺跡滋賀県大津市の淡津固定遺跡第3回塚では、クソイシが出土している。海藻の堆積のスピードが急であることを考慮すると、トイレ空間として認識されていなかった可能性も高い。 カラコ、カギアト県田原本町のカラコ、カギ遺跡では、弥生時代唯一とされるクソイが出土している。太さ2.9センチメートルと、太く、よく締まっている。巻向遺跡奈良県桜井市の巻向遺跡では、洞水施設を確認している。この遺構は、その立地条件、土器類の特殊な出土状況、自家古文上の文様の,文様の描かれた板の発見などにより、 これまで水に関わる採取以降と見られてきたが、発掘調査中に採取した軌道内部の堆積土壌からだけ、糞に特有の寄生虫乱と食物残死が多量に検出されたところから、木皮自体がトイレ以降の一部ではないかという見方が生まれている。藤原家、藤原宮奈良県柏原市の藤原家跡の発掘調査では、1992年、 奈良国立文化財研究所による、冬遺物線浄法調査によりトイレの存在が証明された。藤原宮の南面西門から外に出て、すぐの南東、右京七条一望西北坪の遺跡から土工系、旧取式トイレを検出している。この周辺は、建物跡が小規模で古跡に関連した内容の、木管や硯の湿度が多いことなどから、公的な機関があったと想定され、 このトイレは、その内部に設置された、共同便所だったと考えられている。長さ1.6メートル、幅0.5メートルの長大円型を停止、現状で深さ0.4メートル、本来は約1メートルあったと考えられる素ぼりの便装である。体積度の分析から、生野菜、または野草を食べていたこと。 濃い愛を追いか完全に火の通らない状態で食べていたこと、片口クチイワシを目指しのように焼いて食べていたこと、さらに種々には乾燥した人里や畑を好む種類がある一方で、湿地やその周辺を好む種類があるということが分かった。藤原宮の宮殿の東側、官庁街との間を南北に走る幅5メートル、深さ1メートルの基幹排水路が東大港である。 この溝の両岸の傾斜面には、向かい合う位置に、大小の柱穴が、交互に13.5メートルにわたって並んでいた。はじめは、幅広の橋とされていたが、その南16.5メートルの地点からも、同様の遺構が発見され、橋ではなく、トイレではないかと考えられるようになった。溝の中からは、中義も出土している。このトイレは、柱穴の検出状態から、 溝をまたいで、長屋のように建てられた溝仮設計、水栓式トイレでは、ないかと想定される。右京九条4号では、土庫系旧取り式トイレと古城後継、水栓式トイレの2機のトイレ以降を確認している。両者とも、幅2メートル、深さ0.7メートルの工事速攻の東側に、沿っており、両者間の距離は、約33.5メートルである。 速攻と二つのトイレ本体との間は同間隔に空いており、柱穴等は確認できなかったが、兵などの目隠しの存在が指摘されている。前者は長さ2.1メートル、幅1.24メートル、深さ0.5メートルの長大円型をしており、長軸は南北から少しずれているが、本来は規北で何度もそこさらいをしているうちに軸がずれたと考えられる。 このトイレが汚物を貯める一方の貯留式ではなく旧取式と考えられる、ゆえんである。校舎の発見によって、この形態がトイレであることが明確になった。南の昇降口より取水し、北口より排水する水泉式である。右京一条三宝では、土庫系旧取り式トイレと古城合計水泉式トイレを各一基確認している。西三宝王子の東側側溝に位置する。 前者が年代的に古いと考えられるが、その北約1.5メートルに校舎がある。宅地とトイレの間に柱穴が並ぶことから両者を遮る目隠し塀が存在したものと考えられる。校舎には側攻の東岸に古城の迂回路が掘られている。平城系平城系では、長屋王帝の北、その西敵にあたる藤原麻呂邸の東辺の 築地塀から木戸を用いたトイレが発見された。松井明は、大乗幹部の検討などから、このトイレを、トイドのではないかと指摘している。秋田城関秋田県秋田市の秋田城跡で、発見されたトイレ以降は、掘った手柱建物とトイレ施設が一体となった、造りになっている。その構造から、久し側の入り口から入ると、待合室的な空間があり、 その先に3部屋の個室を持ったトイレ建造物と考えられている。個室の床下の瓶槽に溜まった汚物は軌道を通して沼に排水する水泉式だったと考えられる。その際、沼の汚染を少なくするため沈殿層を設け、汚れの少ない上積みだけを流すように工夫したものと思われる。なお、水泉に関しては個室内に用意された桶の水を使用後に流す。 構造であったが、あるいは床下に、軌道の暗渠があり、髪型に位置する井戸などの生活排水によって随時、流す高野さん的なシステムトイレであったとも考えられている。いずれにしても、大変優れた構造のトイレということができる。寄生中乱分析の結果からは、生野菜を食べて感染する海中、便中、鮎を媒介とする横川宮中、濃い船に寄生する環球中が見つかった。 しかし、東日本のトイレ以降で多く見つかる酒マスを不完全調理で食べた場合に感染する日本海列島常駐欄は発見されなかった。これは、藤原系や平城家屋のトイレ分析の結果と等しいことから、都から、秋田城に派遣された役人は、地元特産の酒マスの食文化の味になじめず、都の食物を持参、あるいは送らせたのではないかと考えられた。 しかし、トイレ以降の検出が外角外側の通称、宇野木地区から見つかったことから、向こう常駐、夕張常駐欄が改めて注目され、後日の築士館と同じような迎賓館的施設ではなかったかという説も有力になっている。なお、中期の作りは大変入念なものが多い。築士館福岡県福岡市の築士館は、1990年、 全国で初めて古代トイレを確認した遺跡である。近世には、福岡城、1998年までは平和大宮城として利用された遺跡でもある。ここでは3基の土工系調流式トイレが1.8メートル間隔で設置されているのを確認している。北より1.3メートル、1.4メートルの隅丸方形、1.35メートル、1.2メートルの隅丸方形、 1.1メートル4メートルの隅丸長方形で深さはすべて4メートルである。上部構造は削られて不明であるが、便宜内から多量に瓦類が出土することから瓦吹きの建物であったと見られている。残存する資質の分析から北の2機の小型トイレは女性用、南の大型トイレ1機は男性用である。 可能性が高く、トイレの男女の使い分けがあったと推定される。一方、寄生虫卵の分析からは、二つの小型トイレからは、豚を常食することで体内に宿る、寄生従、夕張常虫卵が高い比率で検出されたことから、外国人客専用の個室トイレであった可能性が高いことが指摘されており、性別の違いではなく、食文化そのものの違いによるものと考えられている。 なお、中義には、木管再利用のものもあり、その木管は、九州全土から寄せられたものである。長岡京京都府向市の長岡京では、左京二条三坊三町で、土庫計旧取式トイレ一基を確認した。トイレ以降は、長さ1.6メートル、幅0.26から0.35メートルの不成長、方形、深さ0.3メートルで南へ行くほど、深くなる。 臨送容量は336リットルで、中儀は約400点を出土している。3上2房六丁にもトイレ以降の可能性のある土こが検出されている。中世の排便の様子、中儀が描かれている、平泉遺跡群岩手県平泉町の平泉遺跡群では、柳の御所遺跡、キャラ御所、無料公園跡から発掘されたトイレ以降ではないかと、される土こが30機を超す。 すべて円筒型で、状態計0.8から1.6メートル、下端計0.6から1.0メートル、深さは0.9から3.3メートル、土工計9取り式トイレで、中気がそれぞれから66から2192点、出土している。しかし、深い土工の中には、毎度の中層から中気の出土する例もあり、その状況から一括廃棄した可能性も考えられる。 これは、汲み取られた糞尿が、下越いとして分かれる際に、中義が邪魔になるため、瓶装へは落とさず、別にまとめて捨てた場合もあり得ることを示している。規制従卵分析では高密度の結果が出ており、トイレとする要件は満たすものの、中には、トイレ以降ではない土壕も存在する、可能性がある。いずれにしても、土壕の形態的統一がなされており、都市平泉における、 計画性が伺われる。規制従卵の分析から、1、海中、便中が大量に検出され、野菜や野草を生もしくは十分に火を通さずに食べていたこと、に環球中、横川球中の検出により、コイカやアユなどの淡水魚を生もしくは十分に火を通さずに食べていたこと、3、日本海列島常駐が多いことから、酒マスを軽く炙ったり、 生干しやルイベのように生で食べたりしたことが多かったと思われ、これらの寄生虫により、腹板を主とする消化器症状が起こり、場合によっては栄養障害や貧血に発展する恐れがあったと考えられる。これに対し、当時の人々は、花粉、種子童貞分析で大量に検出された比喩属、赤座属を腹板や虫下しの薬として服用していた可能性もある。 なお、秋田城跡と比較すると酒すの常色が際立った相違点であり、ここに平泉政権の在地性の強さを指摘できる。観音寺廃寺跡秋田県横手市の観音寺、廃寺跡に隣接して遺跡を見下ろす小高い山頂に観音寺京塚がある。ここでは直径0.7メートルほどの不正円形の掘り込みを持つ土工系旧取引式トイレ1基を確認している。 福土の上層に、中義が少なく、最下層から大量にまとまって出土したことから、石の障害となる中義を押し避けながら組み取ったことが、わかる。秋田城跡のトイレ移行と、植物遺体の蘇生そのものは、大さないが、秋田城跡では、ウリカ、クワ属を多産するのに対し、ここでは、キイチゴ属、ブドウ属を多産し、ナス属種子も増えている。 寺院があったという伝承を持つ遺跡らしく、獣や魚に特有の寄生中乱は検出されておらず、再食中心の食生活が想定される。トイレ以降の南南東50メートルからは、古仏殿前猿と牧書された木管も見つかっている。なお、トイレであるかどうかは決め手を書くものの、中義を多く出土する土工2基も検出している。光明山寺京都府川市の光明山寺は、 南北2キロメートル東西5キロメートルに及ぶ広さを持つ、第三学寺院である。10世紀後半、新言州広沢流の僧、館長僧城により開かれ、11世紀後半には、東大寺三論宗の草原欧州によって、再興されたとされる。ここが、京学の道場として、最も栄えたのは12世紀代と言われ、この頃に入山した西方まれ商人は、同社、 総合120を数えたと伝えている。平安から鎌倉時代の移行から発見されたトイレは二時期あり、共に石組である。旧トイレは破損して構造はよくわからないが、新トイレは計20から5 0トル台の石を2列組み合わせ、中央に幅約2 0トル深さ約8 0トルの隙間を設けて、溝とする構造で、 長さは5.7メートルに及ぶ。そのうちトイレ本体は2.4メートル、南側1.4メートルは築地米の元に入る暗渠となっている。北側から木戸井で浄水として利用した水をトイレの溝に引き込むと排泄物とともに塀の外へと抜ける暗渠を通り、防音から離れた谷側へと流されたと考えられる。トイレの溝底は北から南へ。 緩やかに傾斜しており、水が流れやすいよう工夫されている。このトイレは、公認7年に、空海が新聞収蔵本山として創建した、高野山根坊法寺の僧帽に戦前まであった、水泉トイレと同じ構造と考えられる。八立テハイジ秋田県大館市の八立テハイジは、測量調査で、仏殿、報道、法上の全集がランアットではないかとされ、発掘調査では、 祖石建物あと5棟とそれに先行する、掘ったて柱建物2棟及び掘り込み移行が確認されている。トイレ移行は、掘り込み移行床面から発見され、計1メートルほど、深さ0.8メートルの円形土工で、中から中義約70点が出土している、土工計9取式トイレである。土工の口を塞ぐように堆積していたボサボサの、 褐色土と黒色土を取り除くと、中から水と一緒に足したような種子が湧き出してきたという。このうち、ジャポニカ型稲アケビウリキグミ組ゴマナスヤ山ブドウ等、9か12種が同定された。都市鎌倉のトイレ以降鎌倉の鎌倉幕府、万所跡と推測される以降からもトイレ以降が発掘された。トイレ以降は、万所の南部、横王子の北側を、 平行して走る、移行群を区画する溝と、掘った手柱建物群との狭間に3基見つかっている。これらは、1、位置が近接する、2、形態が類似する、3、土器類の湿度がないという共通点から、同じものの手によって掘られたこと、比較的短時間のうちに連続して掘られたり、埋められたりしたと推定できる。3期ともどこを系急取式トイレで、 それぞれ1メートル弱の間隔をあけて掘られている。いずれも短軸が0.5から0.9メートル、長軸が1.6から1.9メートルの隅丸長方形を停止、北日記からは、ウリカ、ナスカの種子のほか、魚骨を出土しており、南端のトイレからは、踏み板と考えられる板が2枚落ち込んでいた。 2枚の板を合わせるとその中央に二重から30センチメートルほどの六角形の穴が開く形状となっており、この穴は排便用の落とし穴とみられる。同じく、鎌倉の米町遺跡からもトイレ移の可能性を持つ土工群が発見された。遺跡は、鶴岡八幡宮から海岸に向かって伸びる、若宮王子の東側、大町王子と車王子に挟まれた一角に位置する。 一般庶民の居住域と見られるが、集団墓地などが存在し特殊な地域と考えられている前浜との境界に当たっている。トイレ以降の可能性を持つ土工群7期は東西に列をなして掘られており、ほとんどが重複関係にある。ほぼ3時期に分けて構成されると考えられ、うち4期はトイレである、可能性が高い。土工京急取引トイレであり、第2期及び、 第3期の土庫からは、売りカシュシや踏み板と見られる板残片が出土しており、第1期の土庫からも、踏み板と考えられる、土庫直径に等しい長さの板が2枚出土している。土庫底には、上端より、少し突き出る長さの杭が数本打ち込まれているが、その位置が2枚の板の側辺に接していることから、ずれを防ぐための杭であることがわかる。工場を安時は、 失権となった翌年の火力元年に幕府の所在地を大倉から宇都宮寿司、さらに家庭2年に若宮に移し、この若宮第三次幕府は鎌倉幕府滅亡まで続いた。若宮幕府所在地からは高野山形水泉式トイレが検出された。若宮王子東側溝に流れ込む溝の出水口部分に長さ1.4メートル、幅0.5メートル、 深さ0.3メートルの箱型の木組みが設置されている。木組みは針を渡した上に蓋状の板を2枚乗せている。蓋状の板には13から15センチメートルの隙間がある。さらに溝の上流には箱の壁の内側に縦に2本2.5センチメートル間隔を開けて平行に釘で打ち付けられた角材がある。このことから角材の間に板を挟み、 上下させることで水流を止めたり流したりできるような席を設けていたのではないかと考えられる。つまり、蓋状の板が踏み板で、そこに上流に向かって座り、席板を手で押さえることで流れてくる生活用水をため、席板を上げることで排泄物を推薦する構造ではないかと想像される。排水された東側溝からは、忠義と見られる異物が出土している。 なお、トイレを廃棄する際、最終的行為が行われたと考えられる。弾きの一括廃棄が認められている。一条、谷浅倉市遺跡福井県福井市の一条、谷浅倉市遺跡は、福井市の南東約1 0トルに位置し、戦国大名浅倉市の本拠地であった、城下町で、浅倉吉陰館跡、武家屋敷、寺院、町屋、 庭園など戦国時代の街並みがほぼ完全な姿で発掘された遺跡である。国の特別史跡、特別名称に指定されている。この遺跡からは、長辺1から2メートル、短辺0.5から1メートル、深さ0.5から1メートル程度に地面を掘りくぼめ、刺繍に3から5段かわらしを積んだ執質施設が350基以上発見されている。 この施設は長い間用途不明であったが、1980年の町屋の調査の際、金閣市の板が見つかったことで、トイレ以降であることが確認された。これは、考古学的に確認された確実なトイレ以降では、日本で最初の事例である。この石組、真型旧鳥式トイレは、長さ1.8メートル、幅1メートル、深さ1メートル、石組は6段ほどであった。 中に悪臭を放つ有機質の泥が溜まっており、長辺壁の両側に直径15センチメートルのクインが3から4本ずつ打ち込まれ、その一部はマスの状態により突き出していた。これを柱としてマスを覆う簡単な片屋根の小屋を設け、板材で床を渡し、排泄物の落とし穴に金閣子をはめ込んだと考えられる。このマスからは陶磁器片、豆苗皿などのほか。 毛抜き、銅線、将棋ごま、串、下戸など、当時の人々がうっかり落としただろうと思われる、生活に密着した遺物も見つかっている。明楽寺遺跡滋賀県彦根市の明楽寺遺跡は、弥生時代から室町時代に至る遺跡だが、主軸は戦国時代で、地域的にも六角氏が織田信長に対抗して、工人山付近に前線を置くなど重要な位置にあった。かなりまとまった。 茶道具も出土している都市遺跡である。一条国と異なるのは道路ではなく水路が町割りに利用されていること。また屋敷の代償は武士、農民、商人などの身分差を示していると思われるが区画がはっきりせず、昆虫の傾向を示していることである。各屋敷の水路側には石組みを伴うマス型旧、ドリ式トイレが配置されている。一条国と同様、家の中を抜けて、 あるいは、脇を通って、組み取りをしたものと推定される。堺看護都市遺跡名徳の乱で、堺を根拠地としていた、三名討伐に功績があった、大内義弘が、瀬戸内諸国、泉、木の国を得て、守護となり、堺も大いに繁栄した。この頃から、堺には、堀が掘られ始め、看護都市に変貌したと見られる。都市遺跡最下層の焦土は、 大内義弘が将軍、足利義満に反抗し、堺で戦死した、大栄の乱で焼けた民家一万戸の跡とされる。その後は細川市の守護地となって、再び繁栄を取り戻し、国際的な貿易都市として栄え、15世紀末頃からは、海河州のもとで自由都市と呼ばれるにふさわしい自治体制を確立した。1543年の鉄砲伝来以降は、 鉄砲産地としても栄え、信長入京後は、その直轄領となる。現存するトイレ以降は、文明18年の大化後の町屋成立以降のもので、16世紀前半の早い段階で、トイレが付帯したという指摘がなされている。ここでは、木組のマス型旧取り式トイレから、亀型旧取り式トイレへ、亀も河原室から、派瀬室へという変遷を追うことができる。また、 それまで個別に設置されても瓶装は単独で、大便と小便の処理は、身分離であったものが、16世紀第4四半期に入ると、複数の瓶装が用意され、大便と小便を別々に処理するトイレが出現する、ことも判明している。吉川元春館跡、吉川元春館跡は、吉川元春の居城日の山城西南の麓に、所在し、 石原川の作る菓子団球場の感謝面に築造されており、川が堀の役割を果たしている。また、西側の山には、菩提寺の海王寺跡がある。元春は、毛利元成の次男で、吉川家に養子に入り十五代当主となって、弟の小早川高景と共に、毛利の両川の一人として活躍した。元春は、天正十年の備中高松城の戦いで、 豊臣秀吉とは僕したが、その後も、秀吉の風下に立つことを嫌って同年末に隠居、家督を、嫡男、吉川元長に譲った。しかし、毛利照元の要請で秀吉の九州征伐には、参加し、1586年に、小倉の陣中で病没した。元長氏を、元春の三男、吉川広家は、関ヶ原の戦いにおいて、 もう年江孫族のために奔走したが、モ元を総大将とする西軍が敗れ、主家元宝の際はこれに従い、巣王国岩国に本拠を移した。よってこの遺跡が機能したのは、元春、元長、広家の時期とされる。この遺跡からは、これまで、石垣、土塁、掘ったて柱建物を中心とする、屋敷、庭園を確認している。トイレ以降は、北側にある門を入って、 屋敷の正面奥に位置し、低一1 2メートル、深さ0.7メートルの長大円形の土庫に木製桶が二木南北に並べて埋設され、この桶を貧相としているトイレ。南側前桶からは中二、お式、筒状竹製品、猿形、人形形、代、文工札、くさび、馳しつどき、北側前桶からは、部材片、くさび、馳しつどきが出土している。 なお、中義には、竹製のものが二点混じり、また短いもの、折れたものが出土していることから、使用し、汚れた先端を折り、再び使用した例ではないかとも考えられている。南側前桶からは1立方センチメートルあたり6000個の寄生中卵が検出され、稲花の花粉、ヒエエ、イネエ、ナスウリ類、梅木一五族の種座ね、北側前桶では、寄生中卵は、 痛み分解していたため検出密度は低かったが、稲蚊、そば族の花粉、稲へ、ひえ、ナスウリ類、木一子族の種ざねが検出された。なお、遺跡を区画する大溝からは、金閣子と早う単がためこれを作るものなりと牧所された木の札が出土している。名古屋城跡、豊臣秀吉の朝鮮出兵は、文禄の役、慶長の役の2度にわたるが、その際、 国内における最前線となったのが、非前の名古屋城である。その木村重鷹陣屋とから、トイレ遺構が発見されている。木村重鷹は、秀吉の九州征伐、小田原征伐に従い、文禄の役でも朝鮮に渡ったが、文禄4年、謀反の疑いをかけられ切腹した豊臣秀次に連座し、自害した。トイレ遺構は壁を伴い、 その内側には一軒二軒の柱穴があり、さらに柱穴に囲まれる範囲には親指台の玉石が敷き詰められ、その中央やや奥壁よりに楕円の土壕が掘られている。瓶層の両側には平らな面を上にした踏み石があり、踏み石にまたがると入り口側の瓶層上面に逆三角形の遺体石が貼り付けられている。これが金閣紙でこのように設置されたまま出土した例は極めて稀である。 以上の形態は、佐道における、茶室建築のトイレ、砂接近トイレであり、千里宮が、小田原征伐の際に、豊臣秀吉のため考案したのが、始まりと言われる。彦根城彦根城は、徳川四天王と呼ばれた一人、井伊直政が、関ヶ原の戦いの後、石田三成の居城だった、沢山に転覆されたものの、山城では戦闘の変化などに対応できないため、 また人身を一新する必要もあって、城の移築を計画したことに始まる。その城郭は、姫路城と共に最も形をよく残していると言われ、国宝に指定されている。調査の結果、兵庫店から多数の桶形旧取式トイレ及び、亀型旧取式トイレを検出している。場所は、東侍胸の裏、兵庫店玄関口から、お広間胸に至る屋外の石風呂の両脇。 兵庫店東側一帯、兵庫店奥向きなどである。発掘調査にあたり、兵庫店を描いた絵図総数発展のうち2点から、張り紙による修正を含め、古い絵図で、愛期、通期、新しい絵図で、スリー期、法期、部期の5期にわたるトイレの変遷が想定された。しかし、絵図に作成した年号の記載がないため、人年代の特定が難しく、部位期に、 安政にから四年が含まれることが判明しているに、とどまっている。また、絵図に相応しないトイレも多く、これは、絵図以降に新設されたものではないかと考えられている。表御殿のトイレは、明治十一年頃解体された。いいな介が十三代彦根藩主となるまでの不遇の、時期、天保二年以後十五年を過ごした屋敷である、梅記者では、発掘調査により6期にわたる、 建て替えの変遷が確認されているが、重や胸の北、東に、後期に属するトイレ移行を確認している。内東のトイレは依存状況が良好で、租積列で区画されたトイレ空間の中に2連の亀型給取式トイレを確認している。亀には漏らさない工夫として、羽がついており、大便用は羽根まで地中に埋め込んでいるが、小便用は、 口をやや傾けて地上に設置している。なお、台所胸からも3カ所トイレが確認されている。野戸イスルギ山伊スル山は、加賀、野戸・越中の山岳信仰の拠点霊場として栄え、そこに、防印を構えた、天平寺は、中世の最盛期には北陸7カ国に所領を持ち、陰謀360余り、主元社、約3000人の規模を誇ったが、南北朝時代と、 戦国時代の二度の前山焼き打ちに遭い、何度か後輩を繰り返している。慶長二年以降は、前田氏の数計を受け、加賀藩の庇護のもと、昇法四年の行動、不動堂の混流をはじめとして七十数坊が再建された。大宮坊は、山岳寺院としてのイスルギ山を総括する多様な機能を持つ施設である。ここには、一山支配のようとなる別当職が置かれ、 統括、経営、障害、法要など多くの重要な業務が行われ、かつ、このような機能を支える日常生活が営まれていた。大宮坊は、東側に通用門があり、門を入ってすぐ左側に小規模な祖先建物、正面奥には、南北二つの大きな祖先建物があり、北側建物と南側建物は渡り、廊下で結ばれている。ここ、大宮坊では、 二箇所のトイレ空間が見つかっている。一つは通用門に入ってすぐの小規模建物で、これは建物全体がトイレとして使われ、門からの渡り廊下、待合室的空間を伴う。二つの便槽を持つが2部屋の個室だった可能性のある置け方地球取り式トイレである。ここでは分析の際、管楽図状に薄くされた杉材を検出しており、トイレットペーパーのように利用し、 あるいは匂い消し、音消し跳ね返り防止にも役立てたと考えられている。このトイレの裏には生活排水や庭の池の水を排水するためと考えられる水回りの施設がある。もう一つは北側建物の南側裏手に付属するトイレである。渡り、廊下を用いれば南側建物からも至近の距離にある。これも二つの前桶の並ぶ。 受ケ型地球取り式トイレでトイレ入り口からは、竹鳥の継ぎ手が出土しており、ここに水が引かれていた可能性がある。貧相堆積物の分析結果からは、魚、肉類は全く食べず、穀類、野菜、果物を食べていたことがわかり、山岳信仰の中での食生活のあり方をよく示している。清崎城石新潟県に問いわしの清崎城跡では、 堀跡、門の基礎と関係のある柱痕跡、井戸跡、排気用土庫などとともに、トイレ一行ではないかと考えられる土工が検出されている。土工底面に桶の底部が残存し、その中に売りと見られる種子が大量に堆積していることから、桶形地球取り式トイレである可能性が高いとみて、堆積度の土壌分析を行った結果、ウリタメロン類、バラカキイチゴ族、 武道家武道族、グミカグミ族の種子類などを確認し、また、生物起源と見られるン酸の検出も顕著である、ことから、トイレ移行の可能性が高いと考えられる。塩止め遺跡の大名屋敷東京都港区の塩止め遺跡からは、辰野藩脇坂屋上屋敷及び、仙台藩立家上屋敷の、寮屋敷跡から、桶型地球取り式トイレ及び、 亀型旧取り式トイレを多数確認している。その数は700基に近い前桶と50基に満たない梅亀である。両者は混在傾向を示し、堺間豪都市とは異なって桶から亀へという変遷は見出すことができない。火事は江戸の花だったというが、桶は焼けた状態で出土するものが少なくない。記録によれば、大名屋敷が建てられてからの約200年で、 脇坂家が12回、竹家が10回の火災にあっており、塩留遺跡における桶の多さは、こうした火災の多さを反映するものとも考えられる。なお、どちらの屋敷跡からも金閣子が出土しており、脇坂家からは小エビ尺も出土している。江戸城竹橋門江戸城、竹橋門内大番所では、発掘時は、遺構の性格が不明であったが、江戸との比較によって、 トイレと判明した遺構がある。大番は、江戸幕府の職名で、江戸城及び江戸市中の警備に当たった。遺構は、内壁に一辺80センチメートル弱の方径の土工を伴う石組みで、石組みは本来は方径だったろうと思われるが、東側のみ破壊されているためこの事情になっており、石の平らな面を内側に揃えている。底石はない。この空間に亀もしくは、 桶を据えつけた亀、または、桶形地球取引式トイレと推定される。白王遺跡東京都台東区元浅草一丁目の白王遺跡より、お丸が出土している。この地域は、17世紀前用までは、下級武士、17世紀紅葉から18世紀末まで、泉藩本田や上屋敷、18世紀末以降、明治初年まで、松山藩堺や上屋敷があったと考えられている。 このオマルの出土した廃棄口は安静の大地震の廃棄物と思われる層を掘り込んでいる。廃棄口が掘られている層、並びに廃棄口から出土する以降の時期は、江戸時代後期の18世紀後葉から19世紀前葉で、両者が接合する資料もあることから、短時間の間にこの廃棄口が掘られ、またさらに大量の廃棄物によって埋め戻されたと考えられる。 おまるは8個体分の部品53点が出土しており、全体の形態がわかるのは4点である。大きさは、長さ35から37センチメートル、幅21から23センチメートル、高さ25から28センチメートルでほぼ、一定しており、材質もすべて他のおける意と同じ、杉材である。加賀藩、大正寺藩城屋敷東京都文京区の加賀藩。 前竹上屋敷では、家臣住居空間の中にあり、南北方向の長屋が並行して並ぶ、八筋長屋と呼ばれるお菓子小屋からトイレの可能性のある遺構が発見されている。発見された遺構を1840年代前半の絵図と対比した結果、3基の土工の位置が絵図上のトイレの位置と一致した。考古学的検討からは、トイレとしての機能は判明できなかったが、 壁際に四内市八本の杭の並ぶ、方形土壕の形状が、堺観豪都市の土壕と類似しており、木組の真姿旧鳥式トイレではないかと考えられる。前田や上屋敷の中で忍ばず池に近い、東側一帯は、寛永16年に、加賀藩の市藩として、富山藩、大正寺藩が成立すると、両藩の上屋敷として利用されるようになった。 大正自販の敷地に位置する調査範囲からは10、数基のトイレ以降が発見されている。ほとんどが計50から70センチメートルの円形土光で、内面には前桶の痕跡があるところから桶形地球取り式トイレと考えられる。これらはすべてが南北方向に並び、2内市3基がセットとなって配置されている。これらのうち3つのトイレ以降からは、 メノーの玉のついた銀製のかんざし、銀製で金と金がなされ、竹に、ふくらすずめの装飾のあるかんざしを含め、稽古店のかんざし、新中製の後輩一点、和服の襟止め金具一点、温弱一点など女性が落としたと思われる生活用品が出土している。塩止め遺跡の新橋停車場跡明治2年の大火で、塩止めにあった大名屋敷がほとんど消失し、ここには、 鉄道の起点が設けられることになる。駅舎は明治初期の代表的西洋建築とされ、西木への題材にもなった人気の建物であった。東京駅開業に伴い神話指定車場は貨物専用駅となり、汐止め駅と解消される。ここから出土する資料には、財布、ボタン、マッチパイプワインコルク用、キャップ、センス、かんざし、くし、印鑑、安全ピンペン先、 高価など、旅客の落とし物と考えられる雑多な生活用品が多い。トイレは、土工内壁にレンガを積み、コンクリートを塗って補強する構造のマス型旧、ドリ式トイレである。貧宗の土壌分析の結果、欧州ブドウとオランダイチ号の種子が検出された。それぞれ山梨付近、静岡付近が、栽培地ではないかと推測される。なお、遺跡からは当時期、陶磁器、 ガラス瓶のほか、トイレ用履物、尻拭き用の可能性のある、細かくちぎられた布なども出土している。新橋停車場開業当時の乗客数は、明治6年で141万人、それが、明治21年では244万人にも、増えている。貨物取扱量は明治7年の17,701トンが、明治20年には10万1,878トンに、 膨れ上がっている。このような増加傾向は、車両の増産を促した。そのため製造、修理用施設の増改築が行われ、各種の作業場が作られた。明治15年新橋停車場にあった各作業場は、工場と呼ばれるようになる。その時存在したのは、船番、項目項、お木目項、単野、生管、主、真鍮。 ヤスリの旧工場であったが、これらによって製造、修理しなくてはならない車両は全国の54%に達したという。そのうち、新橋停車場構内の芋の工場からは、新旧2列のトイレ施設を検出している。基本形態は変わらず、6連梅亀メメを両端の長方形のマス型で挟む構造になっている。床舐めの梅メ,メは大便用で、その両端に開く、 長方形の穴が、小便用の亀型、マス型旧ドリ式トイレである。旧トイレは、土工に亀を埋め、その周りの地表面をコンクリートで固めた上にレンガを組み合わせて貼っている。新トイレは、土工に亀を埋め、その周りに礎石状の石囲いをしている。この工場で働く人は、男性がほとんどであったと考えられるが、それに対応できるような構造とみなすことができる。 東京帝国大学東京都文京区本郷の東京帝国大学図書館のトイレは、方形土光の中に床なめ大亀を埋設する構造の亀型急取り式トイレである。検出地点は大学当局により作成されていた校内全体配置図に便所と記されている位置と一致する。上野や新潟県新潟市西館区の上野家は日本海に面した。 各海浜に所在していた民家である。この各海浜では、まくり出しという、数十年に一度起こり、海に面した家並みを根こそぎ奪っていくという、この地域特有の一種の海岸侵食現象によって、家屋と道路が砂で埋没してしまった。こうして、砂中の家屋は、廃棄された当時の状態を保ったまま発掘されることとなった。 上野家には1、明治末期に建てられ1963年に、解体されるまで4世代が暮らした母や。2、昭和の初期に建てられ、母や解体時には衣類を除く、生活用品がここに移され、そのまま放置された物置小屋。3、母やと同時に建てられた外便所の3棟の建物がある。トイレは、母屋入り口左側に、門脇便所が設置されている。これは、 桶形急取式トイレで、前桶は霧石で四角く囲まれている。外便所は、母屋の南西3.5メートルに位置し、土台材と礎石が残っており、2.5、1.2メートルの長方形の部屋とそれに隣接する幅1.2メートル、奥行き1メートルの小部屋からなる。小部屋中央に桶が埋設されており、その前と長方形の部屋の入り口に、コンクリートの踏み台が置かれている。 ビ瓶が2点出土している。1点は、陶製で物置小屋から、もう1点は、ガラス製で、外便除脇からの出土である。物置小屋の製シビ瓶は、ガラス製が使われるようになったため、しまい込まれたと考えられる。A.B. 広瀬和夫、考古学の基礎知識、角川選書、2007年、360ページ。ありがとうございます。